さしささへへ、どうもこんばんは、吉田です。本日はですね、沖縄県のトップ YouTuber ハイサイ探偵団さんにお声掛けいただいてですね、海中清掃に行きたいと思います。ハイサイさんの動画で、以前吉田も一度手伝いで、海中清掃と潜ったことがあるんですけれども、その後ということですね、経過報告も兼ねて潜っていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、現場に到着しました。あ、そうですね、はい、今回もですね、できる限りゴミ拾っていきたいと思います。吉田が使うのはこれですね。吉田は素潜りで、パンチと田畑さんがタンクですかね、はい、よろしくお願いします。で、ヒッチョさんはこれサップっていうんですか、ヒッチョさんサップで僕らの安全と見守りながらゴミ回収ね、ゴミ回収、取ったゴミをあのサップの上から回収します。ありがとうございます。結構ビキニの姉ちゃんも全然寒くないって言ってましたね。はい、鳥肌立ってましたけどね。ねえ、すごいっすね。9時集合だったから一番乗りかなと思ったけど、いやいや、ねえ、駐車場もいっぱいいたし、確かにすでに入ってる人もいるし、海入れるんだ11月でも、ね、はい、吉田です。今回もですね、ちょっと久しぶりなんですけど、海の中の解説をしていきたいと思います。はい、早速見つけたのはですね、こちらはアオヤガラですね。ちょっとサイズはちっちゃかったんですけど、沖縄の方言でヒーフチャーと言います。唐揚げにしたり刺身にしてよく食べられてますね。はい、続きましてこちらは、前の方にいるのが細長いのがボラですね。その後ろからアジが、ついていってます。こちらはですね、六線スズメダイ、ちょっとね、親ビッチャとかによく似てるんですけど、こちらはですね、尻尾に2本の黒い線が入っててちょっとね、青っぽいのが特徴ですね、六線スズメダイで。こちらが四角ナマコですね、先ほどいたやつで。四角ナマコは体に4列のイボイボが並んでるのが特徴で、角張ってるのが特徴ですね。はい、こちらはソフトコーラル。ソフトコーラルは日本語にすると柔らかいサンゴって意味です。次、ソフトコーラルを抜けるとちょっと深場に降りていきます。下で泳いでるのはパンチと田畑さんですね。テトラポットのある場所です。前回はこちらでね、結構ゴミ拾ったんですけど、今回はどうでしょうか。意外とね、上から前回はゴミとか拾ったんですけど、今回はほとんどなくてですね、ゴミを探すことができませんでした。こちらパンチと田畑さんです。パンチが手振ってくれてますね。ちょっと指さしてたので振り向いたらですね、こちらは多分ですけどクロサギの群れですかね。ちょっと濁ってますね。はい、こちらはカマスの群れです。吉田が上から素潜りで撮ってますね。ハイサイ探偵団のさんのチャンネルで、こちらカマスの群れ綺麗に撮れてるので、ぜひそちらも見てほしいです。続きましてこちらはですね、はい、今見えました。海底でじっとしている魚が2匹いるの分かりますかね。エソですね。1、2って2匹いるよって言ってます。近づいてみると一瞬で逃げてしまいました。食用としてはあまり馴染みがない魚かと思いますね。こちらはシャコガイですね。最近ではシャコガイの養殖とかもあちこちで見られるんですけど、漁業権が設定されているので一般の方は取らないようにお願いします。はい、再びですね、ソフトコーラルの場所に戻ってきまして、田畑さんがね、なんか合図してます。パンチに、ね、手振って向こうになんかいるよっていうことで案内してもらったのがこちらです。見えますかね、奥の方でものすごい小魚の大群が、ほら上の方にいるのはこちらミジュンの群れですね。ミジュンは沖縄の方言で、和名ではミズンという方です、言うそうです。
ミジンは結構沖縄の魚の中では知られてる魚だと思うんですけど、ちょっと調べてみたらですね、ニシン科に属していて、マイワシとかドロクイなどのグループに属しているそうです。簡単に言うとイワシの仲間っていうことですかね。今回ね、このミジンの大群を見るって言って結構たくさんの人が見に来てました。ダイバーさん下から潜ってみる人とか、今映ってましたけど上でシュノーケリングしながらこのミジンの群れ見てる人が結構いっぱいいましたね。でこのミジンなんですけど、3月から5月に産卵して11月頃までには11センチに成長するそうです。すごいですよね、成長スピードが。でその11月以降はですね、次の産卵に向けてエネルギーを蓄えると言われていますね。こちらはですね、ダイビングショップのあのこうちゃんさんですね。たまたまね、田畑さんがこのすごいバブリングの上手い人がいるって言って声かけてくれて、僕たちの前でもですねこのバブリング披露してくれました。初めてね、自分もこのバブリング見たんですけど、細かくね、ちっちゃい輪っか作ってくれたり、大きいのをねボーンとでっかいのを 2,3 個作ってくれたり、普段ではやったことのない海遊びちょっと教えてもらいました。すごいですよね、ダイビングショップノアさんのねインスタもちょっと覗かせてもらったんですけど、フォロワーもね20万人以上いる人気の、ショップです。概要欄に貼っておくので、ぜひねそちらの方も覗いてみてほしいです。こちら大きい輪っかです。下の方で作ってどんどん上に連れて輪っかが大きくなっていきました。くぐってみます。なんともシュールな輪っかくぐりですね。どれぐらい潜れるんですか、素潜りで。でも素潜りだと40ちょいで、はい、息止めだと5分半ぐらいです。やば5分ってやばいですよね。大使お前どれぐらいって待てるぐらいまで。3分ぐらい。大使が3分。いやすげえ、ありがとうございました。またよかったら。すいません、お邪魔して、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。美しかったね。楽しかった。それでは陸の映像に行きたいと思います。両分だった。あんまりゴミ落ちてないっすね。ねえ、ペットボトル一つ落ちてる方ね。水泳やってますね。こちらめっちゃ掘りちゃいますね。3人、2人を引き連れて。いや楽しかったっすね、本当に。うん、ありがとうございます。貴重な体験。俺も魚は釣れなかったけど、十分楽しめた。サップの上から。いい、こちらこそです。海は気持ちいいな。うん、気持ちいい。カメラを持ってるちゃん、一緒に上がるんだよ。先ほどバブリング見せてくれたノアさんですかね。はい。はい。お疲れ様でした。すごいの見せてもらって。ええ、先生です。すごかった。マリンショップノアのこうちゃんさん。こうちゃんで。ありがとうございます。インスタで自分をフォローしてて。はい。毎日見てるんです。ありがとうございます。どうも。あ、もしかしてファンだったんですか、田畑さん。もうやばくていつも絵が。どんだけ潜れるんだろう、この人と。そこで偶然会えてよかったです。逆にいつもお世話になってる。いやいや。こちらこそお世話になってる。嬉しかったです。ありがとうございます。あんな綺麗なバブルリング初めて見ましたね。本当ですか。サップの上からもう一度見れた。見れた。へえ。大きいのね。よかったです。ぜひなんかダイビング体験とかあれば、はい、後で来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。海中清掃お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はどちらかというともうゴミなかったっすね。はい、全然なかった。嬉しい悲鳴でしたね。それ以上に魚が山とか、はい、
すごかったっすね。すねマジでいい海でしたね。はい、まあ、これが少しでも維持できたらいいですね。はい、今回も呼んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。こんだけ人いたらさすがにゴミ捨てる人も、うん、あ、終わりました。お、あったあった。じゃあ、はい、ありがとうございます。はい、海中にゴミがなかったので陸の清掃をちょっとやっていきたいと思ってます。ただ陸にもゴミがないのである程度ちょっと拾っていきたいと思います。意外とないもんだな。そうですね、綺麗ですね。カンカンペットボトルも落ちてないんだよな。 あったあったあった、見つけました。隠されてました。おお、これは夕日見ながら飲んだのかな。うん、美味しかっただろうな。定期的に清掃入ってるかもしれないね。あった、ロースハム。カルムーチョ。あ、これはチュー入ったセットだろうですね。あった、カンカン。よしさ、ゴミ捨てモンスターだな。あい、絶対カルボナーラ売っただろ。カルボナーラコンビニ弁当。アダンの実。アダンの実。これ悪魔の実のモデルとも言われてる。あ、似てる。もっとオレンジっぽいんだけど、実がなってたらオレンジ。ヤシガニもこれ食べますからね。あ、これこれこれ、これ石垣の人食べるんですよね、これ。あ、そうなんだ。あ、落ちてる落ちてる。バームロールだ。本当だ、食い上がった。結構いっぱいになりましたね。俺たち自転車が取られてます。いやいっぱいある。そうですね、今回ちょっと準備がないですね、トラックがないから。次回だな。うん、またある。あ、タイヤがいっぱいある。あ、これは持ってけるな。不法投棄ってやつか。これ持ってける。もうチューブ、中身がチューブっすね。サバイバルとかだったらこれでゴムにして盛り作れそうだけど。こちらですね、海岸に落ちてたゴミですね。タイヤが多かったんですね。しっかり3名で拾って帰りました。タバさんは先にちょっと用事があったんで帰ってしまいましたね。いや、よかった。はい、よかったっすね。綺麗になったぜ。はい、最後オーボス、オーボス、また次回あれは見て見ぬ日でしょ。そうですね、次回楽します